こんにちは、サラです。メイク本と90円のメンバーシップもよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はですね、私がブルベ夏ファーストサマーセカンドスプリングという診断を下していただいたんですけども、そのブルベの私が長年大量に買い漁ったコスメの中で、これは透明感大爆発だなって思ったコスメを紹介していきたいと思います。アイシャドウに関してはマジで選びきれなかったので、まあいっぱい紹介します。はい、それではまずアイブロウからいきます。こちらエクセルカラーエディットパウダーブロウの EP02 サマーネクターです。これ最近出た新作なんですけども、このアイブロウパウダーが4色出てまして、パーソナルカラーに合わせて開発されたカラーになってます。これがサマーネクターという名前の通りブルベ夏向けのカラーになってます。アイブロウパウダーといえば明るいピンク、パープル系、あとオレンジ系のアイブロウパウダーは結構よく見るんですけど、くすみすぎず明るすぎないピンク感ってなかなかなくない？ブラシも非常に描きやすいサイズ。せっかくなのでこちらのカラーをメインに使っていきます。細いブラシも描きやすい。眉尻の方はこちら使います。眉毛の足りないところにこちらを使います。はい、こんな感じ、ふんわりニュアンス眉完成。はい、そして次眉マスカラ、こちらロム&ハンオールブローからの05。こちらはですね、黄みが少ないのにしっかり黒い毛をカバーしてくれて抜け感が出ます。今までピンクブラウンとか明るいベージュ系のものは結構あったんですけど、本当にふんわり黄色くない明るいブラウンでめっちゃ使いやすい。さっきのエクセルのアイブロウパウダーとこれを一緒に使うことで透明感、垢抜け、ブルベ向き眉毛が完成します。反対側も塗ります。はい、そしたら次アイシャドウ紹介していくんですけど、今回9個紹介したいので一旦全部腕に塗っていって、個人的おすすめを2個塗ってお見せしたいと思います。全部お気に入りなんだけどね、特にお気に入りということで。はい、そしたらまずこちらエクセルリアルクローズシャドウ CX03、 本日2回目のエクセル。結構最近リニューアルした商品なんですけども、エクセルさんはね、ニュアンス大人カラーを作るのがとっても上手。今回紹介するアイシャドウの中でも結構控えめな部類です。これでもパール、ラメ、あとマットの組み合わせで全部ね質感が違うので、なんか適当に塗ってもいい感じになります。で、粉質もしっとりしてていい。はい、そして次こちらキャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズ26番。これは去年ですね、限定で出たんですけど定番化しましてめちゃくちゃ可愛いです。やっぱりキャンメイクのアイシャドウといえばパーフェクトスタイリストアイズですよね。で、こちらも結構控えめな感じ、プチプラでさりげなく透明感を爆発させたいという方におすすめです。はい、こんな感じ、可愛すぎない？一番右側がキラキララメなので、これで涙袋の透明感爆発具合を調節できます。こっちがエクセルで、こっちがキャンメイク、どちらも割と落ち着いた仕上がりになります。はい、次こちらレブロンカラーステイデイトゥナイトアイシャドウクワッド575です。24時間落ちにくい高密着オイルインアイシャドウ、こちらですね、 SNS のブルベ界隈で結構話題になっていた商品です。ツヤ感半端なくない？もはやハイライト、触り心地ももうめちゃしっとり、プニプニしちゃってる。もはやアイシャドウベースいらんってぐらい密着力も発色もいい。はい、こんな感じ、こちらも大人な仕上がりなんだけど、エクセルとかキャンメイクとかと比較すると結構しっかり発色するので、エレガントとかクール、セクシーっていうニュアンスがちょっと加わります。でもこの2色だけとかも全然使えるのでとっても可愛いです。はい、次こちらミュードのショールモーメントアイシャドウパレット
04ライラックモーメントです。いろいろブルベ系アイシャドウパレットを買い漁ってきたんですけども、色の組み合わせのバランスが一番良いと思います。だいたいこういうパレットって明るい色多すぎないとか、この締め色暗すぎないみたいなのが一色あるじゃないですか。でもこれはもう全部最高のバランス。ラメも細かいラメ、中くらいのラメ、デカめラメと全部揃ってる。中くらいのラメが2色とか入ってると、いやいや1個でいいよとかなるんだけど、ちゃんとサイズ違いで3種類と締め色も濃すぎない。はい、こんな感じです。これは買って損ないです。まあ全部買って損はないけど、これは特に買って損ないと思います。はい、次こちら。クリオプロアイパレットの22番チェリーライムエイドです。クリオのプロアイパレットは全色持ってるんですけども、その中でも一番お気に入りのカラーです。とにかく盛れる。そして可愛い。さっきのミュードよりも発色が濃いめなので、しっかりカラーメイクを楽しみたい日におすすめです。これもね、色のバランスが素晴らしい。ブラシがついてまして、このブラシも使いやすいんですね。はい、上がミュードで、その下がクリオプロアイパレット。このパレットのいいところは、こっち側は青み系メイクができて、こっち側を使えば赤み系のメイクもできる。可愛くて万能なパレットです。そして次こちら、8月の30日に新登場したクリオのプロアイパレットエアーです。こちらは4番。またクリオからパレット出たの、何が違うのっていう思ってると思うんですけども、大きな違いはプロアイパレットと比較して2色こっちの方が多いです。なのでプロアイパレットよりもこちらのエアーの方がより繊細なニュアンスを表現できます。粉質もマット系のカラーはプロアイパレットとほぼほぼ一緒の質感なんですけども、こういうパール系ラメ系のカラーがすんごいしっとりしてます。なので涙袋にこのツヤを入れたい時にクリームペンシルで描いてるかのような滑らかさ。はい、一番下がエアーの4番です。プロアイパレットより2色多いので、こういう結構暗めのカラーとか明るいカラーも微妙なニュアンスでいっぱい入ってます。はい、次こちら、デイジークのシャドウパレット18番、ベリースムージー。ベリースムージーという名前の通り、こちらのアイシャドウの裏がスムージーみたいになってます。めっちゃ可愛い。多分この世で一番コンパクトな18色パレットだと思います。すごいよね、このデイジークさんの思いっきりの良さ。9色パレットを半分にしたら2倍入れられんじゃねみたいな、急に IQ さんになってる。この世の全ての青みを詰め込んだパレットです。ラメもたっぷり入ってます。もうラメと青みしか愛せねえっていう青みシャドウ中毒者の皆さんは必見です。腕に塗るとこんな感じ。ここのね、ニュアンスの違いがね、なかなか難しいんですけど、まあでも可愛いです。ラメも結構大粒多色ラメが入ってて、涙袋グリッターとかいらないって感じ。これだけで涙袋の影もチークもいけちゃうみたいな感じです。はい、次こちら、ホリカホリカのマイフェイブムードアイパレット。番号がねちょっと書いてないんですけど、タロリーダーで、こちらは9月1日の目変わりで何の予告もなく突如販売開始されたアイシャドウです。私のね、大好きなアイシャドウの新作。これもね、好きすぎて全色持ってるんですけど、今まで出たカラーがこちらになります。これも可愛いんだよ。今回の新色がこちらのタロリーダーと、もう一色こちらピックザローズです。これ2色とも可愛すぎない？タロットモチーフですかね、カードキャプターさくらみたい。こっちも好きなんだが、透明感爆発なのはこっちかなって感じ。はい、タロリーダー。このホリカホリカのアイシャドウの何が好きって、まず見た目が可愛いでしょ。あと粉質とっても滑らかで塗ってて気持ちいいです。こちらの新色はめちゃくちゃ青みってわけでもないし、でもかといって
てくすみすぎないので、見た目は結構可愛い感じなんだけど、年齢問わず使えると思います。はい、こんな感じ。ラメも上のデイジークと比較すると分かる通り、かなり控えめです。締め色がね、結構急に濃いって感じ。アイラインの代わりとか、あとは混ぜて使ったりするとちょうど良かった。はい、次こちら。ジル・スチュアートのブルームクチュールアイズジュエルドブーケの02番。今回ね、結構韓国パレット多めに紹介してるんですけども、韓国パレットも可愛いけど、この造形美はやはりこのジル・スチュアートにしか出せない。ほんのりいい香りもします。ここがプニプニ系。で、ここは普通のアイシャドウ、真ん中が大粒ラメになってます。こちらのベースカラーが角度によって色が変わる偏光パールが入ってて、伝わるかな、まぶたに塗った時にすごい綺麗なんですよね。微妙な偏光パールの感じはなかなかないですよね。はい、そしたらこっち側に一押しのミュード塗っていきます。ベースカラーを塗った時点でもはや透明になっちゃう。次こちら。薄いカラーは少し広めに塗った方が可愛い。この締め色が絶妙なんですよね。そして涙袋にこちら、そして中くらいのラメを乗せます。大粒ラメを乗せるとこんな感じ。可愛すぎ。はい、反対側はクリを使っていきます。ミュードの方がさらっとふんわり発色なんですけど、クリオはマットカラーでもしっとりしっかり発色。このパールカラーがすごいしっとり、超滑らか。このカラーがね、可愛いんですよ。もう涙袋がなくなっちゃう。はい、こんな感じです。涙袋の仕上がりが結構違うかな。どっちも可愛い。はい、ちょっとジムに行ってきました。体調崩してたから3週間ぶりにジム行ったんだけど、もう何も上がりません。やっぱ継続って大事だなって思った。はい、次これ、ジル・スチュアートのアイダイヤモンドグリマー02。涙袋グリッター結構流行ってるけど、こういうブルー系ってあんまなくない？見た目優勝、中身も優勝、香りも優勝。デパコスなんだけど割と買いやすい値段。こんな感じ、ブルーのパールが結構入っててめちゃ可愛い。こっちがジルのグリッターなしで、こっちがジルのグリッターあり。透明感すごっ。手に塗るとこんな感じ。かわいい。マジ美味しそう。塗らなくてもこっちはこっちでかわいいんだけど、こっちも塗っちゃう。はい、そしてチーク。こちら、ペリペラのピュアブラッシュドサンシャインチーク20番。ブルーとピンクのグラデーションのチークなんだけど、塗ってみますと、ツヤ感が綺麗。こういうね、青み系チークは結構、まあ、世の中にあるっちゃあるんだけど、このね、繊細なツヤ感が可愛いんですよ。パッケージも可愛いし、開けても可愛いし、塗っても可愛い。はい。そして次こちら、ナーズのアフターグローリキッドブラッシュ。これね、今大人気、ワンダーラストです。これ最近お気に入りで結構動画に登場してます。腕に塗っていきます。あ、これがさっきのペリペラです。広げるとこんな感じ。あー、腕が透明になっちゃう。出した時はだいぶ紫だなって思うんだけど、広げると肌の黄みと合わさってちょうど良いピンクになります。これはベタベタしないのにナチュラルなツヤが出て、しかもファンデの上から重ねてもマジでよれない。はい、次こちら、フーミーのポッピンチークです。こちら9月24日発売の新作。フーミーからも青チークが出ます。こんな感じ。
駄菓子のソーダ味みたいな美味しそうな色。テクスチャーはクリームって感じでもないし、ジェルって感じでもない。何の邪魔にもならなそうな触り心地。こちらもナーズと同じくムラになりにくい。ナーズのテクスチャーを重くしたような感じ。これもね、ムラにならず綺麗に塗れます。こんな感じでしっかりブルーが発色します。青チークといえばこのエクセルのシームレストーンブラッシュ SB01 だと思うんですけど、これよりもフーミーの方がちょっと明るいブルーなんですよね。エクセルはちょいくすみブルーって感じだから、ちょっと塗りすぎるとどんよりして見えちゃうんですけど、フーミーの方は結構塗り重ねてもくすまないブルー。では頬にのせていきます。これももちろん塗りすぎると具合悪く見えますので要注意。チークだけじゃなくてベースとして使ってもいい感じでした。こんな感じちょっと青ざめて見えるんですけど、さっき言ったように下地使いとか、この上からチークを重ねたりとかするといい感じです。で、上にシームレストーンブラッシュの SB02 を重ねるとこんな感じになります。はい、では反対側にペリペラのせていきます。やっぱチークって見た目可愛いとテンション上がりますよね。はい、こんな感じ見えるかな。ちょっとねゴールド系の繊細パールが入っててツヤ感が綺麗なんですよ。ちょっと温かみのあるツヤ感だから、この発色自体は青みピンクなんだけど、このゴールドパールの効果によってちょっとフレッシュ感とか、あんまり青ざめて見えない感じ、元気に見える。はい、次リップ、こちらロム&グラスティングメルティングバームの新色9番。やっぱり透明感といえば青みカラーなんですけど、リップに関しては個人的にツヤ感も大事だなと思ってて、その条件を満たしてくれるのがこちら。ツヤ感も色も保湿も全部ワンタッチで叶えてくれる神リップ、すごい人気ですよね。私も大好きなんですけど、韓国の本社に新しいロム&のオフィスができて、そこに行くと自分でオリジナルのこのグラスティングメルティングバームが作れるらしい。こちら塗っていきます。もう寝起きとか血色感のないゾンビ唇にこちらを一塗りするだけで血色感とツヤが生まれます。すごい魔法みたい。腕に塗った時はとんでもない青みピンクに見えるんですけど、唇に薄く伸ばすとツヤ膜みたいな、わりかし自然な発色。はい、次がこちらラカ110番ソーダっていうカラーです。ここまで青みのリップはあまり見たことがないってぐらいめちゃくちゃ青みピンク、夏祭りのヨーヨーみたいな色、めちゃ蛍光色。唇なくなっちゃった。これ久々に塗ったけどいいですね今日のアイシャドウとも相まって透明感爆増し。やっぱりラカ塗り心地がいいですね。薄膜なのにツヤ感があって唇がふっくらして見えます。あと潤い感もしっかりある。はい、そして次こちらディオールアディクトリップマキシマイザー003番。青ラメがぎっしりと入ったグロスです。細かい青ラメがぎっしり入ってるのなかなかないよ。青ラメ入りのリップとかはまあまあ見たことあるけど、ここまでぎっしり細かいのが入ってるのはあんまりないです。さっきのリップに重ねちゃいます。少し多めに塗るのがポイント。下唇の中央と上唇の山のところに少し重ねると可愛いです。うわっ、えぐい。ちょっと Y2K 味もある気がする。これは発色的にはラメだけなので、全然こういう青みリップだけじゃなくてどんな色のリップにも重ねられる。めちゃ可愛い。
ただのグロスじゃなくてマキシマイザーなので、唇をふっくらケアしながら透明にしてくれる。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は青み系コスメ特集でございました。青みコスメ大好きって人も、そんなに興味ないよって人もぜひこれを機にチェックしてみてください。ということでチャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。